リーで勝つために誰かからきちんとした相談をしたい。でも相談の仕方がわからない。一回の失敗でくじけてしまいそう。諦めるのは少しだけ待ってください。こんばんは、元銀行員トレーダーのかなこです。この前初めて1000円ガチャをやったらものすごい重い音がして、これ当たりって期待して見てみたら、アグレッシブレツコのナノブロックが当たりました。ちょっとだけ元取れたらしいです。細かい作業が好きなので意外と楽しかったんですけど、一つ一つが米粒くらいのサイズでうわーって思いながら頑張ってたのに、うちの猫さんがちょっかい出すもんだから腕取れたり真っ二つに折れたりとかして、もう喧嘩しながらやっと完成できました。はい、今日もしょうもない話聞いてくれてありがとうございます。ここからは本題、ぜひ最後まで聞いてくださいね。ということで早速本題に入っていくのですが、私は普段バイナリーオプションで結果を出せていない方に、もっとこうしたら良くなるよって LINE や YouTube を通してアドバイスをさせていただいているのですが、先日私の視聴者様から勝率を上げるためにアドバイスをしてほしいという連絡をいただきました。これがその実際の LINE なんですけど、お名前は本人のご希望でここからは M さんと呼ばせていただきます。私は普段 RSI を使っていて、設定値70を超えたらハイエントリー、設定値30を下回ったらローエントリーをしているのですが、なかなか結果に結びつきません。勝率を上げるためにサロンに月2万円も払って頑張っているのに結果が出ないことにイライラしてきています。私はどうしたらいいのでしょうか。はい、こんな内容でした。で、これまずサロンの部分にツッコミを入れたいんですが、何ヶ月もそういったところから情報をもらって RSI たった一つの使い方をマスターできてない時点で、もうサポートが満足ではないということは正直言って解約した方がいいんじゃないかなって思ってしまいます。あなたの大切な資金がもったいないって思って、あえて言葉を選ばずに言うと、ネットで検索して出るようなことや本当に初歩的なことだけをたらい回しに伝えてくるだけでサロンを謳ってお金を請求すること自体が間違っていますし、通って身につくことがあまりにも少なすぎます。そこに大切な資金を投資するのであれば、美味しいご飯でも食べたり、その資金で自分で調べて検証した方がよっぽど自分のためになります。自己投資として自分の経験や知識を投資するという行動自体は一切間違いではないですし、むしろ自分の知識に投資しようと行動した M さんは本当に素晴らしいと思うのですが、投資先を間違ってしまっていたために貴重な時間も資金も無駄にしてしまったんですね。ですがこれはもう過去の話です。話を戻すと、ご相談いただいた後、私が M さんに稼ぐために必要な内容をできる限りアドバイスさせていただいた結果、やる気を取り戻していただくことができて、無理なく1000円から2000円のエントリーで半月間でだいたい20万円ぐらい増やすことができたっておっしゃっていました。私自身そこまで結果がすぐに出るとは思ってなかったので正直びっくりしたんですけど、本人からの意向もあったので動画で紹介させてくださいとお願いしたところ、快く承諾していただけてとても嬉しかったです。 M さんご協力本当にありがとうございます。私がおすすめしている手法やツール、今回 M さんに教えたことも最近の動画でも公開していますので、よければこちらの動画もご覧ください。リンクは概要欄に貼っておきます。他にもこういった感じでたくさんの方から LINE でご相談いただいているのですが、とにかくこの紹介させていただいた方々のように、原因はどちらかというと気持ちやメンタルの部分、また成功体験がないことによって迷走してしまっているってことが分かったと思います。例えば1人目に紹介した M さんは結局 RSI の使い方なんてほとんど原因じゃなかったんですね。自分の生活や資金に合ったバイナリールールが一切なかったっていうことで、勝っても負けるまでやり続ける、やり続けて資金がマイナスになったら慌てて根拠のないエントリーで取り返そうとしてマイナスが増える、基礎部分が理解しきれないために手法を正しく使えない、使うだけで導入するだけで知識がなくても勝てるって洗脳されて、お金儲けのためだけに文言だけを強くした悪質な高額ツールに手を出してしまう、これって結構なりがちな悪循環なんです。実はお恥ずかしいですが私も経験があります。私もインジケーターを研究して今までプレゼントしてきているので、開発にお金がかかることも知っていますし、気がおかしくなるほど時間や労力がかかることではあるので、それを皆さんに共有する上でお金をいただくっていう形になってしまうのは私も全然理解できます。食材だって誰かが大切に一から育てて、その方によってこだわる部分も違うから、同じ野菜でも値段が違うけど高いものを買う人もたくさんいますよね。パッと見た目が同じでも高いけどそれ以外の部分に価値を感じる人がいます。
ちょっと話がずれてしまいましたが、特に投資初心者の方はまずいろんな情報に惑わされず、勝てるポイントを吟味し続けてください。資金が少ないからって何もできないわけではないので諦めないでほしいんです。私自身バイナリーを始めたての時はたくさんいろんなことを試してきては失敗して何百万円ものマイナスを出してしまったり、もう後にも引けない状況になったこともありましたが、でもこれは私が特別才能があってどうにかなったわけではないんです。 M さんのようにたった一つのきっかけがあれば案外状況って好転するので、この動画をぜひあなたも参考にしていただけたらと思います。もう諦めてしまいたい、そう思っている人はまずは最後の砦だと思っていただいても大丈夫なので、一度私に LINE でご相談ください。今日の動画の内容が良かったなと思っていただけたら、高評価やチャンネル登録もしていただけたらとても嬉しいです。今回 M さんからいただいた質問や悩みに対してこうして動画でお伝えしたわけなんですけども、こういった形でまた誰かの悩みにもお答えできればなと思いますので、過去の動画のこの部分を解説してほしいとか、これを使った手法はありませんかとか、実際にトレードした動画を送っていただいて、これに何か付け足して使える手法はないかなど細かく言っていただければ、何かいいアドバイスができると思うので、ぜひ気軽に送ってきてくださいね。そして私は今いろんなエデュケーターを使って実際に数ヶ月の検証をした上で、初心者さんでも使いやすそうなエデュケーターを厳選した上で、それを元に作成して期間限定でプレゼントをしています。今はまだ全て受け取っていただけるので、過去の動画もたくさんご覧いただき、ぜひ受け取っていただけたら嬉しいです。最近は Twitter の方も始めていて、私のプライベートもたまに投稿したりしてますので、ぜひ覗いてみてくださいね。今後もあなたが資産構築を進めていくサポートを私なりにさせていただきますので、私の YouTube チャンネルのご登録、公式 LINE へのご登録、 Twitter のフォロー、ベルマークのクリックやコメントでの応援メッセージなどいただけたらとっても嬉しいです。次回の動画も楽しみにしていてくださいね。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。